国土交通省河川環境課の大門と申します当省からは令和3年7月に公表した河川における地域と連携した外来植物防除対策ハンドブック案についてご説明いたしますまず2ページ目に本ハンドブックの趣旨を記載しております本ハンドブックは日本の河川で問題となっている外来植物10種についてその特徴や防除方法を分かりやすく説明したものとなります次に3ページ目をご覧ください 河川における外来植物の影響は、右のフロー図に示す通りです。河川は、洪水の拡覧などにより、外来種の侵入に適した環境が生じやすいだけでなく、流水を通じて、外来植物の種子や植物体の拡散が生じやすく、外来植物の影響を最も受けやすい自然環境の一つであると言われています。河川へ外来種が侵入することにより、洪水の流化阻害や水質の悪化など、離水・治水への影響を及ぼしたり、 船舶の航行阻害や養殖業への影響、農作物への被害が生じたりしますまた、河川における外来植物の侵入は在来種の減少や絶滅、交雑による遺伝子的攪乱等を引き起こし河川の生物多様性を低下させる原因ともなりますその結果、河川本来の自然が劣化し外来種の侵入や蔓延を引き起こすことにつながるなど悪循環が起きてしまいます 具体的な河川における外来植物の影響・被害については、下段の補足説明をご覧ください。続いて、4ページ目左上には、外来植物の分布図を載せています。国土交通省において実施している河川水辺の国勢調査の結果によると、全国の河川に広く分布していることがわかります。また、植物の確認種数の推移によると、外来種数は全国的に増加傾向にあります。 河川において外来植物が広がる原因としましては、河川の流水や土砂の移動に伴い、種子や植物体が分散し、堆積した土砂に繁茂すること、種子が風によって散布されることなどが挙げられます。特に上流部で外来種が繁茂している場合、出水等により既存の植生が剥がれて拉致化した場合、自然において繁茂している場合、 などにに着目して外来種の侵入をを監視することとが拡大を防ぐために効果的と考えられます5ページ目では外来種対策において河川管理者が確認すべきポイントとして4点挙げています。1点目は外来種が侵入しやすい場所を知ること2点目は見つけやすい時期に監視すること3点目は洪水後に注意,注意して現地を確認すること。 四点目は、保全すべき種に着目して優先順位をつけることです。また、防除のポイントとしては、種子がつく前に防除を行うこと、複数の外来種が生息している場合は、合わせて防除することが挙げられます。防除にあたっては、最寄りの河川事務所にご連絡いただき、連携して対応できるばと考えております。続いて、六ページ目です。本ハンドブックでは、全国の河川で影響や被害の大きい種、 専門家から、河川管理の現場において対策を必要としていると指摘された州、国土交通大臣が防除の工事を行っている州という観点から抽出した10種を対象としています。左下の円グラフでは、平成20年度に河川管理者を対象として実施したアンケートの結果で、上位5種で被害件数の過半数を占めていることがわかります。7つ 7ページ以降は、各種の説明となっておりますので、詳細は割愛させていただきますが、一例としてハリエンジンについてご説明いたします。7ページ目には、種の生育地や、それによる影響、駆除、および監視のスケジュールを示しています。芽生えエア、開花、結実など、各種の特徴に合わせて、適切な時期に抜き取り等の対策を実施する必要があります。8ページ目には、日常的な監視、 市民が参加できる対策河川管理者による重機等を用いた対策を記載しています日常的には侵入状況や他の外来植物の繁茂状況を把握し影響の受けやすい在来種が生息している場所を優先的に監視することが重要です市民が参加できる対策としては河川管理者が実施する対策に合わせて放牡の抜き取りを実施することなどが挙げられます放牡後1ヶ月以上経つと 人手での抜き取りが困難となるため月1回程度のペースで抜き取りが必要となるなど継続的な対策が重要となります以上のように種の特徴や防除方法をそれぞれ示していますので9ページ以降も同様にご覧いただければと思いますより詳細な情報や対策については平成25年12月に公表した河川における外来植物対策の手引きをご覧いただければと思います このハンドブックと合わせて国土交通省ホームページに掲載しております。以上で説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。